早速、メールの方を読んでみたいなと思います、はい。ラジオネーム石川県のゆうちゃん。ゆうちゃん、はい。先日友人の結婚式がありました、はい。その友人が受けた旦那さんからのプレゼントプレゼントその友人が受けた旦那さんからの、プロポーズが素敵だったのでお話しします、はい。学生時代から交際していた2人は共通の友人も多く、はい。旦那さんはその友人からビデオレターを集め、はい。久しぶりに開かれた同窓会中に、うん、サプライズとしてそのビデオレターを流し、はいはいはい。ビデオ終了後にバラの花束を持って、はい、同級生全員の前でプロポーズをしました。うわぁ。新婦である友人の幸せそうな笑顔を見て私も泣いてしまいました。こんな素敵なプロポーズに憧れます。そこで、はい、質問です。リュウジ君とオミ君は将来結婚する時が来たらどんなプロポーズをしたいですか、またはこんなプロポーズされたいという話も聞きたいですと。こんなプロポーズされたいか、まあ、あんまだけど男としてちょっとね、男としてねでもこんなメールをいただきましたけども、まあ結婚ですよ。いやいいですね本当に。結婚はねいいよね。しかもこのプロポーズの仕方めっちゃもう想像できましたね。ね、同窓会でもうだ、同窓会だけでも盛り上がってるじゃないですか、うん。そ、盛り上がってる最中そのビデオレター集めて、うん、それが終わった後に全員でプロポーズですよ、全員の目の前で。いやこれもうめっちゃ盛り上がってますよ。いいでもプロポーズする側めっちゃドキドキしただろうね。いやまあそうだろうね、ドキドキするよね。でもなんか逆にこうやっぱ同窓会だからもうみんな昔から仲いい仲間とかなんか逆に煽られたっていうのもあるんじゃない、うん、まあね、はい、ちゃいちゃいみたいなね。いやいいですね、結婚いいな。結婚したいですか。結婚したいっすよ。したいですね。こうね、まあ遅かれ早かれまあまあしたいですよね。まあそうですね、はい。子供も好きなんで。子供は可愛いですね本当に。もう本当に何なんだろうね。っていうかもう他人の子供でも可愛いじゃないですか。可愛い。でも自分の子供ができた時はもうどうなっちゃうんですかね。大変だわもう本当に大変だと思うよ、自分の子供でできたら、ね、可愛すぎちゃってもう過保護になっちゃう気がする。ああ俺もそんな感じしますね、うん。だからやっぱね、結婚はいいもんなんだろうなってすごく思うんですが、はい。まあ、そのためにはねプロポーズも必要ということで。そうですね、男らしい。あの手紙にですねプロポーズの話が出たんですけれども、はい。じゃあここから少し実践してみようかと。お、登坂くんが。俺かい俺かい。メール送ってくれたゆうちゃんに向けて決め台詞を言いたいと思います。え、俺がよ。どうしましょうか。じゃあ2人で1個ずつ言えばいいんじゃない、そしたら。そうだね、うん。じゃあまずシチュエーション決めようか2人で。じゃあ俺だったらこんなプロポーズしたいってことでしょ。はいはいはい。まあ想像は自由ですからね、妄想は、うん。なんだろうな、俺もなんか、あ、どうぞどうぞ。いや思い浮かんだ。どうぞ。なんだろうな、でも登坂さんのこれ聞きたいだろうな、リスナーの皆さんは聞きたいな。あんまり作り込まないかもしれない、それさらっと言う感じだ。そのなんだろう、さっきのさ神戸のあきさんのパターン、はいはいはい、あの1月1日にとかさ、いや多分前々からさ、うん、その旦那さんになった人、彼はすごく多分考えてる、うん、この日にみたいな、うん、こう言ってとか多分すごい考えて言うと思うんですけど、うん、はいはいはい。でもなんか自然にもしかしたら言うかもしれないですね。なんか本当に多分一緒に住んでたりしたら、うん、まあ、朝とかね行ってく、行ってきますの。あ、じゃあ日曜日の夜でいいですか。夜一緒に寝てなんで日曜日の分かんないですけど、まあ仕事に行く前でいいですか。僕が多分仕事してて、はい、じゃあシチュエーションは、じゃあ日曜日の、はい、夜一緒に寝て起きて、まあ起きて、はい、で僕が朝ごはん一緒に食べてる手でいいですか。食べてる手、食べてる手でいいですか。はい、あのちゃんとね、はい、彼女が作ってくれて、はいはいはい、それで食べて、でこれがもう食べ終わったらオミが仕事行くって感じですね。そうだね、ちょっとじゃあ、はいはい、まあシチュエーションは決まりましたね。まあこう準備して、はいはいはい、じゃあ行ってくるよなんつって、はい、でこう行ってらっしゃい、ガチャ。あ、そういえばさ、結婚するか。おーい息止まるわ無茶ぶりやわこれ。もう今のね、もう今の曲でいいじゃないですか。結構いいっすよ絶対